生徒にすっごいよくレッスンの生徒さんとかに聞かれるんですけれども、まあ、ギターを買う時ってどんなギターを買った方がいいのかとか、ちゃんとお店に行って聞いた方がいいのかとか、そういったどういうギターを買どういう風に買えばいいかっていうような質問がとっても多いんですよね。まあ、なので、まあ、こういった質問にちょっと答えるような動画ということで今日はお送りさせていただければと思います。で、今日はですね5つの、合計5つのポイントをですね今日は皆さんにお話をしていこうかなと思いますので、最後までこの動画をご覧いただけたら嬉しいです。はい、ではじゃあまず1つ目、はい、まず1つ目なんですけれども、これはもう見た目です。ギターは見た目で決めましょう。まあ、自分の好きな、アーティストの、モデルでもいいですし、自分の好きなアーティストが使っている、ギターの形と同じ、形のギターを買うとか、やっぱりね 目で見てうわなんかすげえかっこいいっていうような、楽器じゃないとなかなかそのも常に、毎日触るモチベーションにつながらないと思うので、なるべくもう見た目は好き、もうこれだと思った、もうこれ好きみたいな、そういうような、ギターを、決められるとというか、見ても好き、触らなくても見てるだけですげえ好きっていうようなギターを選ぶといいんじゃないかなと思います。2つ目、なるべく友達と一緒に買いに行きましょう。これ結構大事だと思うんですよね。第三者の意見というか、やっぱりまあ楽器屋さん、楽器の店員さんは基本的にはもう売れればそれでいいっていう方が結構多い。もうごめんなさい、楽器屋のね、楽器店の店員さん見ていらっしゃったらちょっと少し失礼な言い方なんですけれども、まあ、正直でもね、やっぱり向こうも商売でやられていることが多いと思うので、まずは買っていただきたいっていうようなところが第一にあるので、やっぱりその楽器の店員さんではない第三者の、目っていうのがすごい大事だと思うんですよ。初心者なんだけどすごいとんがったギターとか、すごいもうギザギザしたようなギターとか、結構変形ギターをですね買ってしまうところが結構初心者あるあるだと思うんですけれども、そういう子がいたりするので、まあ、結構中二感出ちゃったりとか、後々なんで俺こんな買ったんだろうみたいな、そういったような、後悔をなくすためにも第三者の、人に、似合うかどうかっていうものを見てもらうのが大事かなと思います。まあ一つ目のね、この見た目で決めようって言ったところとちょっと矛盾するかとは思うんですけれども、それ第三者の意見も踏まえながら、自分の見た目、好きな見た目のギターを買うっていうのはいいんじゃないかなと思います。3つ目はなるべく楽器屋さんなど自ら出向いて買うということをお勧めしたいと思います。まあ、これはどういうことかというと、まあ、最近ではメルカリでねギターを買ったりだとか、ヤフオクとかでギターを買ったりっていうことでネットで購入することが多いと思うんですけれども、これは特に初心者の時はあまりお勧めしません。まあ、ある程度ギターのことが慣れてくれば、そのネットで買う前にいろいろ出品者の方と細かいやり取りをして購入という形になると思うんですけれども、初心者のうちはなかなかそういう細かい、ところの確認というのはできないと思うんですよね。なのでなるべく近くの楽器屋さんであったりだとか、そういったところを実際に出向いて買う、お店で買うっていったようなことをできるといいと思います。実際に触ってみるとか、実はすごい見た目がかっこいいんだけれど持ってみたらなんかネックが太くてすごい弾きづらかったりだとか、そういうことが結構あるので、なるべく、楽器屋さんに自ら出向いて買いに行きましょう。4つ目、なるべくちょっと自分の予算よりちょっと高いギターを買いましょう。あまりにも初心者セットで、9800円とか、初心者セットでアンプもついて1万5000円とか、そういうものも結構巷であったりするんですけれども、まあね、本当にその場だけ、ね、ギターをやりたいということであればそれでもまあ問題ないかなと思うんですけれども、まあ、結構長く続けていきたいなとかバンドを組みたいなって時は、なるべく
5万円以上のギターを買えるといいんじゃないかなと思います。まあ、ことわざにあるように安物買いの銭失いにならないようにしてほしいなと思います。初心者セットね、これ質問も結構多いんですけれども、正直ね、初心者セットって、まあ、割と無駄なものが多いというか、あまりいらないものが多かったりするので、ギター、アンプ、シールド、チューナー、この4つさえあれば最低限楽器は始められると思うので、この4つですね、これを最低限揃えればいいんじゃないかなと思います。まあ、ぶっちゃけ、シールド、チューナー、アンプに関しては別にメルカリでもいいと思います。一番大事なのはギターの本体、この本体を買うのはやっぱり実際に買いに行った方がいいし、なるべく5万円以上のものは買えるといいんじゃないかなと思います。まあ、なんで高い楽器がいいのかっていうのは、やっぱり簡単に言うと、作りがいいんですよ。安い楽器はやっぱ作りが正直良くないので、チューニングが安定しなかったりだとか、ということがあったりするので、なるべく最初はちょっとまあ高め、自分でも頑張って買う、おすすめします。まあ、やっぱね、高い楽器買った方が、あ、こんだけ高い楽器買ったんだから私やんなきゃとか、そういうことも考えられるし、あとはその次、そのじゃあギターに飽きたら次転売できるんですよね、メルカリとかで。あまりにも安すぎるギターっていうのは、まあ、正直やっぱ売ったとしてもあんまりお金にはなんないと思うんですけれども、ある程度の金額の楽器であれば、その後次に買うギターを買うってなった時に転売する、売ることができるので、おすすめします。では最後5番目、はい、5番目これがね本当大事だと思います。なるべくギターがある程度弾ける人と買いに行きましょう。まあ、簡単に言うと本当にギターが弾ける人と買いに行けるといいと思います。まあ、ある程度分かってる人、まあ、ギターの先生でもいいし、僕とね、買いに行きたいという人がいればぜひ、お声掛けいただければ、私もその一緒にね、買って、これはいい、これは悪い、これは合ってると思う、これは合ってないと思うっていうものをですね、結構細かく見てあげられることができるかなと思うんですけれども、やっぱりね、楽器分かってる人と一緒に買いに行けるとやっぱ心強いですよね。でも楽器ある程度弾ければ、まあ、これはいいんじゃないかとか、まあ、これなんかちょっと弾きづらいねとか、音詰まっちゃうねとか、チューニング安定するねとか、っていうアドバイスができると思うので、なるべく一人で買いに行かず、ちょっと弾ける人と一緒に行けるといいかなと思います。まあ、ぜひ僕も、誘ってください。一緒に遊びに行きたいと、遊びに、一緒に行きたいと思いますのでね。はい、ということで、今回はですね、以上5つ、まあ、見た目で決める、なるべく友達と買いに行く、なるべく楽器屋さんなどに自ら出向いて買う、なるべくちょっと頑張って高い楽器を買う、最後ある程度ギターが弾ける人と買いに行く、この5つですね、初心者の方が、ギターを買う時の、ということで5つをお送りしていきました。やっぱりね、楽器屋さんって最初敷居が高いと思うし、なかなか入ったらね、勧められたら、あ、これ買わなきゃいけないんじゃないかとか、あとは最初よく分かんないから楽器屋さんの、ね、言う通りに、もう言われたら買わなきゃいけないんじゃないかと思うこともあるかもしれないですし、やっぱりね、初めて行くとすごい緊張するから、やっぱ冷静な判断ができないまま買ってしまうということがあると思うんですよ。まあ、なので、今言った5つを、守って買えば、まあ、失敗はしないんじゃないかなと思います。なので、この5つを守って、ぜひいいギターと出会えるといいんじゃないかなと思います。ということで、今日はですね、動画をご覧いただきありがとうございました。今日はギターの初心者必見ということで、ギターを買う時の5つの心ということで、動画をお送りしていきました。少しでもためになったらぜひいいねボタンと、チャンネル登録もですね、ぜひお願いできればと思って、チャンネル登録も、ぜひお願いできればと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。